はい、皆さんこんにちは。SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、スタッドレスタイヤ、フレキシブルパーツ3点セット、さらにルーフボックスを乗せた状態での走りの印象をお伝えしていきたいと思います。前回はですね、ルーフボックスを外した状態で走行しました。で、その際ですね、スタッドレスタイヤを装着しているにもかかわらず、フレキシブルパーツ3点セットをつけていることによって、走りは本当にスポーツカーのようで、スタッドレスタイヤを履いてるとは思わせない走りができたといった形になりましたが、そこでルーフボックスを乗せるとどんな感じになるかっていうところをお伝えしていきます。まず、ルーフボックスを乗せて走り出した瞬間に分かったことは何かっていうとですね、乗り心地が変わりました。私はモーション XTL というね、ルーフボックスを乗せております。非常に質感高いスーリーのモーション XTL なんですけれども、重さがですね、約20キロから25キロぐらいあるものになるんですよ。なので、このフォレスター STI スポーツの屋根の上には、そのぐらいのね、重いものが乗ったっていうね、そんな状態になるんですけれども、そのことによってですね、乗り心地が落ち着きました。前回もお伝えしたかと思うんですけれども、標準タイヤからスタッドレスタイヤに変えたことによって、やっぱり乗り心地が悪くなるんですよ。本当に路面の起伏をですね、素直に拾っちゃうっていうね、そんな感じがあって、可変ダンパーを活かしきれていない乗り心地になっちゃうんですけれども、それがルーフボックスを乗せたことによって、若干落ち着いた乗り心地になったかなっていうところ。ただし、標準18インチタイヤの乗り心地にはなってないです。そう。なってないんだけれども、スタッドレスタイヤプラスルーフボックスなしの状態に比べたら乗り心地は良くなっているなっていう、そんな感じはある。そう。これはね、新しい発見ですね。で、さらに、車の動きとしてはですね、前回は本当にスポーツカーのような動きができていたんですけれども、ルーフボックスを乗せたことによって動きは若干ゆったりとした感じです。だから SUV らしい動きになったかなっていうところがあるので、前回と同じ峠道を走ってどう感じるかっていうところをね、今回はお伝えしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。さあ、それでは行きましょう。S モード。果たしてルーフボックスを乗せた状態でどうなるかっていうところですね。ほう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 。やっぱ車の動きとしてはゆったりしますね。で、やっぱりなしに比べるとロールは大きくなる気がするな。で、ここが一番きついところです。あ、でもね、やっぱりフレキシブル3点ついてるから、その恩恵は大きいなそう、車の動きとしてはゆったり、ちょっとロール強めに出るけれども、やっぱりね、踏ん張りはある。だからこういうね、ルーフボックスを乗せてる方ほどこそ、フレキシブル3点はつけても良い感じがする。いいね、いいね、いいね。はははは。なるほど。まあ相変わらず運転は楽ですね。うん、安定感はやっぱ高い。やっぱりルーフボックスがない状態だとやっぱりよりシャープに曲がっていけるっていう、そんな感じがありますけれども、ルーフボックスを乗せたことによってそのシャープさっていうのはなくなる。本当にSUV らしい車の動きになります。ゆったりとした感じになりますね。まあ、これが多分ね普通だと思うんだ。普通だと思うんだけれども、でもやっぱねフレキシブル3点はメリット大きいわな。そう、ハンドルの、ね、操作量が少なくてもやっぱりぐいぐい曲がっていけるっていうのは、そこは同じですね。いいね。そう、今みたいなね切り返しのコーナーでの頭の振られ感っていうのはやっぱり、まあ、少ないですね。まあ、ルーフボックスが乗ってない状態の方がもっと切れ味いい感じはあるけれども、これでも全然問題ない。さあここよ、ここあ、やっぱね、やっぱり今の状態の方が乗り心地がいいやっぱり上から20キロ、ね、乗っているっていうのが違うんですね。うん、20キロの差はやっぱり大きいな、そんな感じはします。ははは。フォレスターは、本当素の状態でもポテンシャルが高い車だから、フレキシブル3点つけなくても全然不満はないんだけれども、今回ルーフボックスを乗せて走ってみて思ったのは、頭に重たいものを乗せる方ほどフレキシブル3点をつけても良いのかなっていうね、そんな感じです。どうしても頭に重たいものを乗せると、まあ、これ間違いなく振られますよね。不安定になる傾向にあると思うんだけれども、不安定さをこのフレキシブル3点が抑えてくれるっていう、そんな感じですね。で、今ルーフボックスの中に何も入っていない状態で、まあ、大体20キロ少々の重さが、加わっているっていう形になるんですよね。でこれが例えばキャンプであったりスキースノーボードに行くとですね、そこに荷物を入れるわけでもっと重くなるんですよ。だからもっと不安定になるんだけれども、このフレキシブル3点が、ついているおかげでその不安定さを抑えてくれるっていうところですよね。うん、だからこそルーフボックスを乗せる人はフレキシブル3点つけておいた方がやっぱよりね快適だと思う。頭に重たいものを乗せる人は、まあ、ほぼほぼ峠道走ると思うんです。スキー場行くのにも峠道を走らなきゃいけないし、キャンプ場行くのにも峠道を走らなきゃいけない。でその峠道でやっぱりより快適に楽しんで、走ることができるのはどっちかって言ったらやっぱりフレキシブル3点ついてる方がこれはもう快適だし楽しいしいいこと尽くしだと思います。これはまだこれは体感してないから分かんないけれども、ね、スキー、スノーボード、キャンプで疲れた体に対して峠道で運転が楽になるっていうのはものすごくメリットがあることだと思うんですよね。そう、峠道で疲れて運転するよりかはこのフレキシブル3点を装着して楽に運転できるっていうのは非常に大きなメリットにつながると思うので、うん、私個人的には、頭に重たいものを乗せる人ほどこそこのフレキシブル3点はおすすめしたいなとは思います。ただルーフボックス、ルーフキャリアなんかを乗せる方はオフロードも走るので、そのオフロードでの乗り心地っていうところを考えるとやっぱり素の状態の方が快適、これはね間違いないです。そう、間違いないから、そこをどうするかっていうところかなっていうところですよね。これはやっぱりねご自身で体感しないとわからないので何とも言えないけれども、まあ1割のオフロード走行、9割のオンロード走行ね、どっちの乗り心地、乗り味を取るかって言ったら、さあどっちっていうところになると思うので、そうぜひですねご検討いただければと思います。うん。まあ私個人的にはですね、このフレキシブル3点をつけたことによって結構ねメリットの方を感じているので、うん、走りは本当にね変わりますから、ぜひ多くの方にですねこのフレキシブルパーツの魅力、効果っていうのをね体感していただきたいなと思います。ということで今回はフォレスター STI スポーツにスタッドレスタイヤ、フレキシブルパーツ3点セット、さらにルーフボックスを乗せた走りの印象をお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。